こんにちは。今日も晴天、しかし雨が降ります。朝からカメラを忘れていました。米中戦争、貿易戦争で何か日本企業も打撃を受けていると思います。輸出関連、重機などやはり中国に輸出していた会社はなかなか厳しい状況みたいです。今倉庫にたくさん置いてある状況だそうです。やっぱり米中の関係は悪化の一途をたどっています。収束しそうにはないのですが、また方向性も見えていません。経済でいけば世界全体が後退局面に差し掛かっていると言われていますが、まさに それは来年なってみないと分かりません。10月から消費税が 10% に上がります。今消費税還元セールなど増税前の売り込みが各社行われています。しかし今回はなんか増税後に買った方がいいような気もします。やはりキャッシュレス化で ポイントがアップします。今もやはりなんかセールが行われており、私は楽天をよく使うんですが、そこでも最終的な増税前の駆け込み需要を狙った セールが行われています。やはり、一般市民からするとセールはなかなかいい響きだと個人的には思いますし、
その セールの内容によってはやはり安いのかもしれません。秋のセールと重なり、やはり増税前の今、結構にぎわっているように感じます。今 10% に消費税が上がり、今後どうなるか、経済的に見てもやはり2つに分かれるのは当然です。考えると100万の買い物をすると10万の消費税がかかる。やはりちょっと損した感じにはなります。今後消費税が下がるとは考えられません。むしろこの 10% で止まる方向性であってほしい。今後消費税に頼ることなく、日本の収益化やはり日本は法人税が高いので、そのあたりも海外へと流れる要因になっているのは仕方ありませんが、日本人としてやはり日本で納税する方が、私は日本人を誇りに感じると思います。農業は10年の4割減少しているという話でした。ここにもチャンスが広がっていると感じています。10年で4割も減る。今支えているのはその6割です。しかしなかなか農業も厳しい状況というのは分かります。全部の農家が利益を出しているというわけではありません。どんな農作物でどんな仕事をするか、やはり農業にチャンスがあるような気もしています。
機械加工を見ればそんな良くはなくて、なかなか徐々に減ってきているという話はよく聞きます。あと石油、油を使う仕事というのはやはり避けていくべきでしょう。どんどん石油が高くなってきている状況にあります。一番の中東の世界情勢も日々危機を迎えているような状況です。それよりも日本周辺の状況も日々変わっています。そこをしっかりと注視し見ていくことが大事になると思います。今日は雨みたいです。